ってこようと思ったんだけど、なんか11時に行かないと空いてないと。あ、じゃあちょうどむしろ空いてないだぴったりだったのに。在庫が超もったいない。でも11時だったら絶対出ちゃってるからさ。11時か。いかがでしょう、町の方。いいよね。浜焼きのいい香りするね。ねえ。絶対美味しいよ。観光地価格エグいね。さっきのさ、食べ放題のところちょっと安いんじゃねえかって思い始めちゃうんだよ。3500円。なんか牡蠣だけじゃなかったじゃん。いろいろ入ってる。でもこっち側から行こう。有名なんだっけ？え、わかんないけど前回何名？ああ、いたね、確かに。あ、そうね。ないんだ。あとタワーも乗れる。あ、入れる。タワー入り。全部。うん？ここら辺暑いね。めっちゃ雨降ってるじゃん。ついに降ってしまった。でもちょっともうライトアップやってる気味なんだね。夕焼けとか見たいけど、でも一応なんかさ、ライトアップじゃないけどちゃんと明かりは灯すんだね。なんかご飯食べてるようじゃない？予約して。せっかくのガーデンゾーンだ。こんな感じなんだね。でも遠くはやっぱ夕焼け見えるじゃん。あ、やば。もや？ああ。あれでっけえの大山なんだ。あ、大山なんだ。大山でっけえな。富士山も見えるはずなんで、だからもうなんか今回見えるはずに。もっと車渋滞してくれたら綺麗なのよ。うん、あんまね、あんまりカメラに映らない。うん、なんか全然インパクトが薄い。ここら辺？ね。でもなんかさ、ついてるペンだったよね。ね、綺麗だね。ね。めっちゃいい。お、ここから見ると結構あれなんだ。おー、綺麗だね。テキャッパフル植物園あるしもう綺麗。ね。こっち側めっちゃ綺麗。ああ、じゃあ多分あんま変わんないかも。ああ、ここ取れるんだ。ありだね。ここじゃないかな。もう一個下か。よかった。うん。でもいいのが最後の方に残ってるのまだ結構嬉しいね。でもお金払ってない人とかはさ、もういけるんだ。今ぐらいがちょうどいいのかな。じゃなくてもいいのか。あ、ここめっちゃ綺麗やん。ワクワク。足取り早いな。いや、普通に急がなきゃいけない時間だと。あ、すごい。そうだね。ギリギリ全部間に合いそうだね。うん、奥すごいね。ね。おお、すごい。すげえ。おお、すごいね。超絶不気味だよね。不気味。すごいね。もう絶対みんな10時まで家で帰らないね。おお、すごい。すごい。逆、すごいよ。春っぽい。ね、でもなんかこっちの方が雰囲気いいんだけど。ね。てかまだこんな時間にも全然営業してんだね。ああ。さすがに7時でもなんか。泊まってる人とか来んのかな、宿とか。泊まってる人たちさ、晩ご飯入れなかったらここでどうにか食べるしかないだろう。